ドイツイデオロギー、ドイツイデオロギー、ドイツ語、ディドイチェイデオロギーは、1845年から1846年にかけて執筆された、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスとの共著作である。ただし、最後、総攻のほとんどはエンゲルスによって執筆されている。題名のイデオロギーとは、ここでは、関連論の意味である。青年ヘーゲル派の批判を通じて、 唯物論的な歴史観の基礎を明らかにしようとした著作だが、マルクス・エンゲルスの生前は刊行されず、総稿、原稿の集積として終わり、死後に刊行された。1845年から1846年にかけて、マルクスとエンゲルスがベルギーのブリュッセルで共同執筆した。書き上げた原稿は、出版社から出版を断られたが、執筆を通して、 自分たちの取り組むべき問題を浮き彫りにするという二人の目的は達成されたため、原稿はマルクスの家の屋根裏に放置された。マルクスは後にこのことを振り返り、気前よく原稿をネズミどもがかじって批判するがままにさせておいたマルクス経済学批判への助言と自重した。この原稿はマルクスの死後エンゲルスに引き取られたものの、やはり放置され、 エンゲルスもまた没した後に、ドイツ社会民主党へと渡った。ここで原稿が分散し、ごく一部の原稿を、同党の幹部であったエドアルド・ベルンシュタインが、発表するにとどまった。ロシア革命後、原稿の副写が、ソ連政府に渡り、モスクは、マルクス・エンゲルス研究所の機関紙として、ダビド・リャザーノフが編集したマークス、エンゲルスアーカイブ第1巻1926年により、 初めて総行のほぼ全体が完工された、ギャザーノフ版。その後、ダビト・ギャザーノフが、ソ連共産党による粛清を受けると、マルクス・エンゲルス・レーニン研究所、ギャザーノフ粛清後、名称が変更されるは1932年、アトラツキー編による、マルクス・エンゲルス全集、マークス、エンゲルス・ヒリシュ、クリティシャ・ギャザモト・ースコバ、いわゆる9メガ第1部第5巻で、 アドラツキー編集の審判を刊行したアドラツキー版。リャザーノフ版は文献学的検証がなかったものの原稿をできるだけそのままに提供する形で刊行された。それに対してアドラツキー版は原稿をバラバラにして自分たちの意図通りの順番に並べ替えるという恣意的な作業を行ったため事実上議書に等しい。この編集方針は 1960年代に批判を呼び、その後様々な編集方針の下で、いくつものタイプのドイツイデオロギーが刊行されることになり、などの諸般が存在する。なお、総工はマルクスによって執筆された序文を除く、すべてがアムステルダム社会史国際研究所、インターナショナルインスティクトヴォーアソシャリジェシュデニス、略称、イースグに保管され、序文のみが、モスクワ、 現代私文書保管研究ロシアセンター、略称 RC に保管されている。第1巻、第2巻、第2巻で総行が現存するのは断片的な3つの章のみであり、第2編、第3編は紛失したのか、はじめから書かれなかったのか不明である。また、第5編は、モーゼス・ヘスの論文を、マルクス・エンゲルスが肯定したものであり、二人の著述ではない。 このうち復元が問題になったのは第一編ホイエルバッハの部分である。特に執筆のプロセスは研究者の間でも議論百出で一致していない。ギャザーノフ版からだいぶ構成が変更されたアトラツキー版は実は相公の改ざんに等しいという事実がゲオルギー・バガトゥーリャ、ヒロマツ・アタル等の研究により明確になった。第一編 オイエルバッハの走行は全部で25部の暴言、別に序文を書いたマルクスの便箋も存在するからなる。大きな紙を半分に折ると、1枚の紙で4ページ、文が作れることになるが、この1枚の紙のことを1つの暴言と呼ぶ。すなわち一暴言は4ページ分に相当する。暴言にもそれ自体の暴言番号が付けられている。また、暴言番号とは別に、 ページ番号も振られている。研究者の間では、暴言の1.2ページ側を第1使用、3.4ページ側を第2使用と呼んでいる。暴言が半分に切れて半面しか残っていないものがあるためである。まず、大きいた広松渡るとして知られる17個の暴言の構成についてもべる。内容的な文章の連環から見て、次に挙げる17個の暴言は、 途中で文章が切れている部分が二つあり、全体として三つの走行、ブロックの塊ということができる。ちなみに、暴言番号はエンゲルスの手で、ページ付けはマルクスの筆跡でなされている。以下に対象表を載せる。まず注意すべき点として、エンゲルスの手による暴言番号が11から、 20に飛んでいるのだが、マルクスの手によるページ付けは29から30ページに続いていることである。ここからわかるのは、ドイツイデオロギーの総工はまずエンゲルスが総工を提示し、そこからマルクスが編集を行ったということである。実際、ドイツイデオロギー総工の大部分はエンゲルスによって執筆されている。従って、11から20への暴言番号の欠落は、 編集の作業の過程であり、厳密な意味で装甲の紛失であるとは言えない。また、マルクスのページ付けを見ると、以下の2点の問題点が考えられる。上記17個の大きい束とは別に、小さい束、広松渡ると呼ばれる8つの暴言がこれとは別に存在する。つまり、1ホイエルバッハの装甲は17個の暴言、大きい束と8個暴言、小さい束からなっている。 この8個の暴言をどこのページにはめるかという点が、ドイツイデオロギーの編集問題の根本的な争点になっている。小さい束を構成する8つの暴言は、以下の通りである。1、2と1、2は、内容から判断して、冒頭の意向、つまり、上記の17個の暴言の欠損部分1から7ページの下書きであると推測されている。この点については研究者の間でも、 意見の一致を見られる。議論が多いのは3、4の総工である。この暴言にはマルクスのページ付けがされていない。また、3という暴言番号はエンゲルスによって付けられているが、4の番号を置いたのはベルンシュタインである。ただしこれらの内容は一続きなので、3、4が一括りの文章の塊だということは問題がない。 ただ8から72ページの中のどこに配置するかという問題が残り、この点に関して研究者の間で意見の相違が見られる。広松渡るはこの3、4が内容から判断して、これが欠損する36から39ページの下書きだったと考えた。2002年に出版された岩波文庫の新編集版ドイツイデオロギーではその総行の列になっている。 しかし1998年の新日本出版社の渋谷製版では、1、2の次に、3、4を配置する編集になっている。この総行については、内容から判断して11から16ページの移行という説もあるが、これは各版により、配置位置は異なっている。2002年岩波文庫審判では、あと表記と表記した反忙言については、 一の第二仕様とする説がある。しかし、走行の文字が単語の途中から始まっているため、これにも異説が存在する。具体的に言うと、マリーという語から始まっており、多くの研究者はこれを、ファミリエ、家族という語の一部であると推測している。この家族は、性家族のことかもしれないが、この走行だけではにわかに判断しがたい。参考のために、2002年、 広松渡る編分け、小林正人の保訳版の編集を挙げる。ただしこれはあくまで2002年岩波文庫審判の編集方針であり、これが正しいかどうかは研究者の間で一致を見てはいない。なお暴言の版型、フォーマットは次の4種類である。マルクスの序文の版型は、渋谷忠氏が現代私文書保管、研究ロシアセンターのルドミラ・バシーナに紹介して受けた。 王国によれば、mm、である。当時、ドイツでは強権的なプロイセン政権が支配しており、革命運動はフランスのように現実の政治経済闘争のスタイルとして現れることができなかった。そのため、脳内革命とも言うべき哲学の分野で表現されることになった。これを準備したのがヘーゲル哲学である。そして、 この学派の解体とともに、革命的な分子は青年ヘーゲル派、ヘーゲル座派となり、聖書の虚偽を暴くなど宗教に対する哲学的闘争を展開した。また、ルートビヒホイエルバフ派のように唯物論へ進む者も,も現れた。マルクスとエンゲルスもこの一派に一時帰属した。しかし、マルクスとエンゲルスは、こうした哲学における闘争では限界があることを感じ、 やがてこの一派から離れて、現実の政治、経済の変革に進む、共産主義思想へと変化した。青年ヘーゲル派を批判することを目指して、この著作の執筆に取り掛かった。主な批判の対象は、フォイエルバッハ、ブルーノ・バウアー、マックス・シュティルナーである。上記の構成はまさに、この三人の批判に向けられている。なお、聖ブルーノ、聖マックスというように、 生と関されているのは中世の宗教会議に喫して皮肉たっぷりに批判をウイトからである。また第二巻では当時ドイツで広がっていた社会主義思想の一派、新生社会主義の批判を模擬としていた。このように還元における闘争が現実の闘争だと思い込んだ転倒した意識を揶揄してマルクスとエンゲルスはイデオロギーと呼んだマルクス主義ではその後 観念形態一般をイデオロギーと呼ぶようになったが、ここでの使用法とは区別されている。この著作の意義は、遺物主観の基礎を作り出したことである。土台、生産所関係と上部構造、国家や様々な意識の形態という概念が登場し、様々な箇所でこの両者の関係を様々な角度から浮き彫りにしている。例えば、 これまでの全ての歴史的段階に存在した生産所力によって条件づけられ、またそれを再び条件づける交通形態は市民社会であり、すでにここで明らかになるのは、この市民社会があらゆる歴史の本当のかまどであり、舞台であるということ、また現実的諸関係を無視し、大げさな政治劇に限定された、これまでの歴史観がいかに馬鹿げたことなのかということだ。 という叙述に見られるように、生産所関係や市民社会が歴史段階を規定するという命題がここにはある。マルクスとエンゲルスは、青年ヘーゲル派の見解は言うに及ばず、上部構造の様々な現象にとらわれる見解を、ここで批判している。また、社会における支配的思想とは何かの解明も本書の意義の一つである。支配的階級の諸思想は、どの時代でも、 支配的諸思想である。すなわち、社会の支配的な物質的力である階級は、同時にその社会の支配的な精神的力である。このような支配階級の支配的思想は、むき出しの立場を出さずに、必ず価値中立形態をとる。そのため、それを暴くためには、特別な闘争が必要である。そして、こうした解明によって、ドイツイデオロギーは、 シュティルナーやバウアーの思想が実際には何者かの代弁をしているに過ぎないことを暴露しようとしたのである。そして、文業の発展の伴うマニュファクチャーと大工業の発生の過程とそれらが社会体制に与えた影響について分析している。とりわけ、大工業がいかなる文明国をも、またそこに住むいかなる個人をも、自らの欲望を充足する上で、 全世界に依存させるようにさせ、個々の国民の旧来の自然発生的な排他性を絶したこと、この点において、大工業は初めて世界史を生み出した。この箇所で、エンゲルスが、大工業は普遍的競争によって、すべての個人に全勢力を振り絞るよう強制した。大工業は、イデオロギー、宗教、道徳等をできるだけ根絶し、それができない場合でも、それらを、 まやかし者にした。という書き込みがされていることや大工業が自然科学を資本に属させた点を指摘する。あるいは階級はどのように形成されるか、個人での意識や活動がどうやって革命に結びついていくのか、革命とともに支配的思想は変化することなどが次々に解明されている。その後、マルクスはまさに市民社会を解明するために、 経済学の研究に没頭し、私的遺物論に言及することは、ほとんどなかった。それゆえ、マルクス自身が自由奔放に語った、私的遺物論の署名題としては、後の時代に見られない貴重なものが登場している。その後、マルクスは、自分の共産主義的見解を次々に発展させて、言っており、ドイツイデオロギーで書かれた命題でも、かなりの部分はその概念を更新させたり、 廃棄したりしている。例えば、生産の中で人間が結ぶ、社会関係を、マルクスとエンゲルスは、この著作では、交通形態と呼んでいるが、以後の著作ではほとんど登場しなくなる。あるいは、社会発展の基礎を、分業に見ており、共産主義は、この分業の克服と、全体的人間の回復だと考えているが、こうした、共産主義革命論は、 資本論では採用されていない。また、社会発展史についても、部族所有、古代的な共同体、国家所有、封建的所有などという区分にとどまっており、生産関係ではなくその法的な表現である、所有にのみ注目するものとなっており、その内容も、後の解明と比べて貧弱である。なお、マルクスは、ドイツイデオロギー執筆から十三年経った時に、出版した。 経済学批判の助言の中で自分のブリュッセル時代の研究に結論を得たと書いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。